名取の市役所です。名取の市会議員の大沼俊夫議員ですね、いろいろセッティングしてもらいながら4月の17日のイベントの打ち合わせをしてました。炊き出しイベント、名取を元気にしようというですね、そんなイベントです。これから先はエイトの近藤和美社長にバトンタッチしました。大体の打ち合わせはできてきましたんで、これから塩釜に向かいます。さようなら。